まあ、現代の物理学ですね、あの前回は、まあ、宇宙論っていうようなことを説明したんですけど、まあ、その続きということで、あのどうしてもその現代の宇宙論を考えるときに、あの素粒子のことをですね、素粒子論というか、まあ、一応見とかないと、現代の物理学というのは哲学にもものすごく影響を与えてるしね。で、哲学は宗教、要するに科学と哲学と宗教というのは絡み合ってるからね、でそれがあの権力の源泉になってるから、まあ、こういうところは見ていかないといけないなっていうふうな感じがしてます。でそうした中で僕があのこれまでの新知学的な世界観の中に、現代の素粒子論を落とし込んだ時にどういうふうなものになるかっていうようなことをあの、まあ、講義の最後にはちょこっと触れることができるかなと思います。でこれはあの元素の周期表ですよね、中学校高校でねあのよく見ていると思います。原子の構造というのはどんな風になってるかって言ったら、原子核というのが中にあって、その周りを電子がとんこうぐるぐる回ってるっていう風に、まあ、考えられてるわけですね。実際には誰も見たことがないので、あ本当にこういう形をしてるかっていうのは非常に疑問があるんですけれども、で、原子核の中は陽子と中性子が固まってるっていう風に考えられていて、中性子そして陽子で、陽子はプラスの電荷を持ってる、ね、で電子はマイナスの電荷を持ってるので、この絵だと、2つの陽子プラスが2つありますから、電子が2つあって、それで釣り合ってると電気的にねっていう、こういうふうな形になってるということを、まあ、学んできたというか、中学高校とね学んできたと思います。で私たちのこの自然界に、まあ、膨大ないろんな多種多様な変化があるわけですけれども、そういったのがここの元素表に書かれているようなこういった原子がこう集まってできていると考えられているわけですよね。しかもそのそれぞれの原子は陽子と中性子と電子って今度3種類の ものでたった3種類でできている。これは、まあ、ものすごくシンプルですね。まあ、すごいというか、よくこんなふうな簡単に説明ができるものだなっていうぐらい、まあ、大したものですね。よくできていると思います。で、ここで完結しとけば、僕らも頭は悩ませなかったし、非常にシンプルで、世の中はこれで終わったんですけども、やっぱり一見こう完成した理論として完成したなって思った瞬間にあれって思うことがどうしてもあるんだね。この太陽の中で起こってるっていうね、これ陽子2つが陽子がここは陽子が4つありますね。それがヘリウムになるということは、陽子の2つが中性子になって、で陽電子とエネルギーがボンと飛び出す、陽子が中性子になるわけですね。これになる。でこの時に、陽電子が飛び出すってこちらの反応です、ね、が太陽の中で起こってる。でその時にこれはちょっと覚えといてねって言いましたね。これ中性子の方が質量が陽子よりもね重い、わずか中性子の方がね陽子よりも質量がちょっと重い、こっちが重い、こっちが軽い、ね、軽いものから重いものに変化する。その時にウィークボソンというめちゃくちゃ重いものが突然ちょこんと飛び出してあっという間に消えるんだけど、質量を持っている2つのものにまた分かれるということは、陽子というねものからちょっと重い中性子と、それから質量を持っている電子とニュートリノにが生み出されている。ここからこれにが生まれる。絶対こちらの全体の合計の質量の方が多い、こっちは少ない。質量がないところから質量のあるものがボコンと生まれてる。こっちが重い絶対、この太陽の中の反応、これはエネルギー保存則破ってるんじゃないのってこう僕は思いますよね。変だなって思ったらね、答えを言ってくれてる人がいて、それがねコーリー・グッドなんですよ。太陽は巨大レプリケーターなんです。
宇宙の背景エネルギーを取り込み、それを物質に転換している。ただエネルギーを物質に変換しているだけなんです。言ってる。やっぱりそう、僕は思った通りで絶対おかしいんで、こんなの絶対おかしいんで、太陽はどこかからエネルギーをもらって、そのエネルギーを質量に転換してる。これというかエネルギーを質量に転換してる装置なんだよ太陽って。宇宙から無尽蔵にエネルギーを取り込んで、それを物質に転換してる。これレプリケーターなんだ太陽って。物理学者分かってる本当にそのこと。